はい、こんばんは、山井郎と申します。ていうか続きになってるのか。ってことで、近江鉄道ターミナル駅完全制覇の旅シリーズのね、まさかのデイツ1日でね終わるかなと思ってたんですけど、最後ねちょっと夕立が、すごいね、期待だとかいろいろとあった兼ね合いで、高台車の方がね回りてないんで、そっちの方にねちらっと行くか、まあね1回500円だっていうね破格なんでね、別に2回3回ね使ってもいいじゃないかとね、別に期間中に1回しかね使っちゃダメってわけじゃないです、何回使ったっていいんですよっていうことでね、行こうと思います。で今ねどこ乗るかというと、亀山のパーキングエリアで、ね、太陽室の方じゃなくてですね、ミニストップとか、あの辺りが入っているところにいるんですけど、いやすごい混んでるんでね、わあこれ出入りがすごい、しにくい感じになって、おーそう、もうすでにもう今目の前で4台がもう行ったり来たりしてますからね、すごいなってことなんですけど、で一応今日のプランとしてはサクッとちょっとサクッと行っとこうかな、サクッと行くと今ね、もう、お昼手前なんですよ。11時45分、っていう時間なんで、なんでこんな時間からね、取り始めになってるかっていうと、まあ、単純に夜勤明けでね、夜勤明けで、そのまま午前中にね、ちょっと歯医者の予約入っておったと、いうことでね、そのまま歯医者に行ったんで、まあ、貫徹してね、そのまま歯医者に行って、で、今に至るといった感じですね。で、いう感じだったんで、まあ、そのまんま取りに行くかということでございますね。なんで今日はね、滋賀までね、車で運転するんじゃなくて、ちょっと、なるべく運転距離短くしようってことで、亀山まで車で行って、亀山から、関西本線で、柘植の方に行って、柘植から、草津線乗り換えて、貴生川から、オン鉄道の、企画をスタートさせようかなっていうような、段取りでいます。予定でいます。ただね、ちょっと困ったことがあって、今これ11時45分ぐらい、今48分ぐらいになったところなんですけど、実は、亀山出る列車の、時間が12時15分に出発するらしいんですよ。で、今、亀山のパーキングエリアにいるんで、結構ね、まあまあギリギリなんですよね。直接駅前につけれて、車に直接駅前つけてね、そのまま降りるんだったら、多分、行けるよってね、いうぐらいなんですけど、この車をね、駐車場に止めて、そこから歩かないといけないんで、まあ、ちょっとね、あるかもしれないし、ちょっとね、離れたところに気になる駐車場があるんで、そこにもちょっと行ってみようかなってことでね。なんか安いらしいっていうところがあるらしいんで、空台とか行ってみようと思います。っていう感じでね、とりあえずやっていきたいんですけど、よーし、出れるかな、今の時かな、よし。いや、すごいね、やっぱ休日やから混んでますね。まあね、デート、では、行ってみましょう。よし。ってことで、行ったいんやけど、もうすでに車が、すごいな、わかったのね。おっと、ちょっと。やっぱ休日なんです。すごいですね。なかなか。当たるのも一苦労なぐらい。で、とりあえずちょっと試しに、試しに、ここにそうやスマートパーキングエリアってあるんだよね。ここ一回ちょっと使ってみようかな。
こっからだと、どんな感じなんだろう。一旦停止で、はい、開いた。で、どこが変でんだ？こっちかな。工業団地って出たから、ちょっと西側の方に出るのか、あ、北側の方に出るのか。だからこれは左の方がいいかな。こっち側から出た旧市街に向けた方面に行ったら行けるのかな。いやー、さすがに今日は眠いね。うん。まあ今ね、仕事もね、忙しいですし。さあ。次がね、何せね、その、日曜日にしようかなとも思ったんですけどね。なんかネット国もあれだしなっていう、なんか中途半端な感じになったんですよね、今。あ、っていうか、時間微妙やから、もう亀山でとりあえずパッと飯食って、1時15分の方に、1時間に1本なんで、次方面がね、に、照準を合わせちゃってもいいかもしれないですね。これはまっすぐ飛んでいくか。ああ。今日はね、あまり遠くはできないかも。すでにあの、普段の帰り道ぐらいの疲労とは、抱えたまんま行ってますからね。もうなんならもう電車の中で寝るぞと、いう気満々ですからね。走行環境センターやから、あれいいのか、こっちで合ってんのか、これ。多分最短ルートで行ってワンチャンですからね、その12時15分の列車。最初、これ旧市街に近づいてるよな。いいよね、こっち方面で合ってるよな、旧市街地の方で。モルコが出てきて、再方角やから。あれ、自信なくなってきたら、いや、いいよな。ここか、ここら辺曲がりゃいいんじゃね？この辺りっぽくね？確か。あれどうだったっけ、まっすぐでもいいのかな、まっすぐでもよかったかな。